30分からな気がします。30分からです。さて、ありがとう。参加勢だけど見てる。だってやばい、参加勢の方はもう携帯をお話し会用にやってます。まだ待機できない。10分前から。あ、そうなんだ。準備しないとだって待ってるね。ちょっと勝手にこの部屋借り使ったけど、誰も使わないであろうって思って勝手に使っちゃった。今日は4部5部6部7部8部9部かな。6789 4567 4567 8 9か、4から9まで。もう45が終わって、次から6789 9時までです。今日はなんか私今日オンライン話しか一人だけなんか個室みたいなところに閉じ込められてるんです。一人だけなんかパーテーションがあって、なんかここみたいな、めっちゃ隔離みたいな、がめっちゃ居やすくて、なんかそうビップ待遇みたいな、特別ルームみたいになってた。自分だけ嬉しい。でいつも私終わったらすぐねその場を去るんですよ。終わりましたって言って休憩行くんだけど、今日ずっといるからスタッフさんに、終わってもここにこの場にずっといるの珍しいですねって言われて、でも今日はなんか隔離されてるっぽい場所だからみたいな、居やすいんですよねって言ったら、そう、小田さんの前は高橋彩音さんがそこ使ってたんですけどみたいな、高橋さんも同じこと言ってましたって言ってね。そう、マジで神場所ゲット。あ、別にそんな個室ってわけではないよ。一人だけ離れ島なの、みんなとの並びの中じゃなくて。お話し会緊張したけどありがとう、だって嬉しい。イエイ。コンディションいい。だってマジで。そうかな。今日めっちゃ適当にメイクした。なんかね、今日はあの武道館のコンサートの衣装合わせっていうかフィッティングをして、終わったのがめっちゃ押して、めっちゃギリギリに着いたんね、お話し会の会場に。私ご飯も食べれなくてね、でバッグの中に今日の朝お母さんが握ったおにぎりを入れてたから、ずっとねおにぎりをこうやって持ちながらねお話し会してた。で食べたくてね、ファンの人にね、なんかご飯食べたって言われて、食べてないよみたいな、でも今手におにぎり持ってる、今食べていいって言ったら、うんいいよってお話し会しながら食べたおにぎり。
ファンの人がってか、あの皆さんがあのご飯を食べながらやるのはバンされますけど、私は食べながらやっても OK。 不公平だって。でもレア、その人だけしか見れてないもぐもぐ顔があったので、待ってる間に食べてても怒られるだって、え厳しい。他のみんなにももぐもぐ見せてあげて。まだ夜ご飯の時間ではないか、夜ご飯の時間になったらまたお腹空くかも。アップね、ここで知ってよかった。だってあとね、なんか携帯の画面とかも見せちゃいけないの、みんなは。雑誌の中とかもかな、わかんないけど、なんかこういうの見せますよって先に言ってないとあかん可能性もある。だから気をつけてください。うん、いろいろルールあるんだね。だってそうです。待機時間スマホ触ってるだけで怒られる。テレビのリモコンあるだけでも注意される。やば厳しい。なんて言われるんですか。テレビのリモコン落とさないでくださいとか、携帯触らないでくださいとかって言われるの。テレビ隠してくださいって。無条件に待機列から追い出される。そうなんだ。すごいね、お厳しい世界。でもそれもこれも全部ね、私たちを守るため。ごめん、守られてて。私がこんなに守られてなかったら全然いいのに。ごめん、私が守られてるせいでみんなが厳しくされちゃってごめん。二度とおにぎり食うなよ。だって、え？無理。オンラインでお腹見せたらバンされるかな。バンされるというか普通にびっくりするし、え何この人って言ってちょっと引いちゃうかも。うん、ごめん。
固まってる？だって固まってる？動いてる。今日誕生日です。おめでとう。髪色いいね。ありがとう。イエイ。今日はお弁当はオムライス。オムライス食べる後で。でタルトもあった。いちごのタルトとフルーツタルトとチョコレートクリームムースのタルト。チョコにした。オムライスにタルト、女子です。女子なんで。チカチカしてる。え、わかる？なんか光ってる。ごめん、止まっちゃって。なんかなんでだろう。なんか芋のスイーツ好きだって。めっちゃ好き。今日ドラフト会議か。え、そうなの？楽しみ。まだだよ。だってまだなの？野球はまだ。え、な、逆に何のドラフト会議があるん？あ、な、逆に今日は何もないってこと？あと5分で30分です。ありがとう、教えてくれて。じゃあそろそろおランキング読もうかな。じゃあおランキング読むね。お話し会組んでいきます。13位ラピス、12位ハードナイワットダシ、11位マッタ、10位グアパートダシ、9位アキモン太郎、8位ファデル、7位中堅、6位アキラ、5位エイちゃん、4位スミグルイ、3位マーアットダシ、2位キヨ、そして1位はごめん先生。ありがとう。イエイ、ありがとうございます。ということで、じゃあオンライン行ってきます。バイバイ。